はいどうも、カードショップ桃亭の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。白タンアグロということで、まあランク戦登るにはいいんじゃないかなというデッキを、まあとりあえず一つ作ってみました。さあ、まあちょっと悲しいのがね、新しいカード1枚も入らんかったっすね。はい。まあ、フォローも新しいっちゃ新しいんですけど、ニューカペナでしたっけ？あれのカードがね、結局調整してる段階で全部抜けましたね。難しいね。難しい。難しいけど、まあ、しゃあないか。はい、まあ、とりあえずやっていきます。まあ、でも今の環境でね、またちょっと3色の環境になって、ちょっと遅くなったんでね、より強くなったんじゃないかなと、環境の立ち位置的にね。はい、そういう白タンです。さあ、それじゃあ早速やっていきます。はい、プレイ。すごいハンドですね。まあでも、先行だったら行ってもいいかって感じですか。すごいハンドですね。この軽いデッキがここまで重くなるとは。さあ、呪文縛り。まあ、軍団の天使対除去って感じですかね。まあ次のターンでもどうするか難しいね。ポータブルホールとレーデイン出していくか。粗暴な聖戦士。お、除去打ってこんかった。まあブロックはしないっす。まあ、先に殴ってからかな。さあ、冥府の掌握使わせた。使わせて。サリアとポータブルホール。さあ、軍団の天使。
まあおそらくゾンビデッキであれば流す系のカードは入ってないんじゃないかな。ひたすら天使ゴリ押しで出して押し切りたいね。まあ、とりあえず殴ろう。さあ、軍団の天使。マラキールの最短あるからね、ブロックできんよね。まあ、1体で殴ってもいいけど、2体で殴ったとして、まあ2体で殴っていいか。さあ、アタック。粗暴な聖戦士。ああ、なるほど。まあでも飛行クリーチャー止まらなければ関係ないかな。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。ターン終了。さあミラーですかね。サリア。ポータブルホール、ここ受けになるからな。もう殴っていきたいところではあるね。まあやめとくか。先に呪文縛りが飛んできた。アタック。なんか向こうの方が早いね。こっち先行なはずなのに。まあここはでもブロックかな。どうする？43。これ分けといた方がいいか、一応。さあ、ダック。さあ、しかしエーデリン出したことで殴ってきにくいね。お、殴ってきましたか。さあブロック。回復量の方が多い。 ありがたいの引いたね。さあスカイクレイブの亡霊、もうここは殴っていけやろ。ライフ回復がかなり効いてる。アタック。はい、対戦ありがとうございました。
さあ対戦相手先行、まあこれでキープでいいですかね。相手妨害するカード1枚もないけど。さあ有望なシント、どうしましょうか。さあアタック、さあ朝食い、さあポータブルホール、さあ朝食い装備させて殴っていく、ターン終了。踊り食いか、まあ、ここで使ってくれた分には良かった。さあエーデリン、さあ朝食い装備、ターン終了。アタック、ターン終了。X が4か。さあフォロー。エーデリンが生き残ったのがね、強いね。さあフロストドラゴンの洞窟と、さあアタック、ターン終了。オブニックスシリス、さあアタック、
はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ、どんどん出して殴っていきましょう。さあ、アタック。さあ、精鋭呪文縛り。逆殺取れたのはでかいね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ、ターン終了。さあ、サリア。呪文縛り。完全にハンデスですね。さあ、アタック。ターン終了。さあ、アタック。殴り合いでもう押し切るのが一番良さそうですね。アタック。ターン終了。
さあブロック、さあアタック。あれ1点足らんかったあれ普通に間違えたら今ゴーターの敵対者でやってたら勝ってたね。さあ7枚でキープ。さあ落ちたる者の案内者。あ、次土地引くかどうかだね。土地引いてくれるとかなり安心感あるけど。まあ、世界中やったらもうクリーチャーでかくして殴ってった方が良さそうだね。わからんけど。緑ときたぞ。なんだろう、悩るん？粗暴な聖戦士。さあアタック、ターン終了。さあ2体でアタック。精鋭呪文縛り。まあもうどれという感じはないけど、ここ破壊されて戻ったとして、あ、それだったら1点足らんのか。まあまあ、はい、対戦ありがとうございました。これ難しいね。でもポータブルホール先に打っときたいな。ヤスペラの保証はさすがにやっつけとかんとやばいやろ。さあターン終了。あ、チャンスですね。さあ高機能の野心家。さっきこのフロストドラゴンの洞窟出すタイミングずっと間違えてるねまあまあ次のターン大丈夫か。緑だったらゴーターの敵、粗暴な聖戦士か。これがすげえ役に立つだろうしね。さあ粗暴な聖戦士。
さあアタック。戦闘マンモスが来た。どうするのが一番いい？もうでもこれでいけるか。さあ、強炭の敵対者。まあどこでもいいか。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。まあちょっと怖いハンドだね。土地引かんかったらもう完全に詰まる、詰んでまうハンド。ドラゴンの女王の陣。珍しいね。なんかイラストがちょっといろいろあれだね。一応ちょっとここは攻撃やめとこう。殴ってもまあブロックはしてこんだろうけど。さあ来ちゃいましたね。まあとりあえず殴るか。さあアタック。あと、ちこない病気ましたね。向こう多分トレジャーとかそんなんなんかな。今クリーチャーの除去がないからね、ちょっと悩ましいところだね。早めに呪文縛りで相手のハンド見たいんですけどね。さあ秘金の保証。まあ参ったな。これはさあ2体でアタック。さあ朝食食い出してターン終了。
さあ来てくれましたね、来てくれましたけど、まあ、先にハンド見せろだな。ここ装備させて殴ってはいきたいけど、まあ、普通にアタックしようか。さあ呪文縛り、ハラナとアレイナいたらもうそこ抜きたいね。ああ全然イメージしてたのと違ったわ。ドラゴンデッキなんだろうね。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行7枚でキープ。有望な信徒、まあここ相打ちしてくれるんだったら別にいいか。さあサリア、まあ、レーデンより呪文縛りを次打ちたいけどね。さあアタック、はい、レーデン、さあアタック、粗暴な聖戦士、まあ、出しといてよかったっす。さあアタック、まあもうガンガン行きましょう。まさかのよろめっかいが2体。どうする？さあ3体でアタック、ターン終了。虐殺されますかね。レーデインだけは生き残りそうですけど。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。白ターンアグロということで、新カード結局採用しなかったですね。一番新しいのでフォローとかになるのかな。放浪
の後とかってもうさらに古いか。新カードなんかね、入りそうなカードもあったんですけど、今までのやつが優秀すぎて、ちょっとなかなか入れにくかったですね。もうなんか優秀なカードが溢れすぎてるって感じですね。はい。まあそんな感じでした。ただ、環境的にやっぱちょっと遅くなった気がするんですね。その多色の環境になったんで。まあその中ではかなり、さらに輝く存在になってしまったのかなという印象ですね。はい。まあ、ランク戦登るのにはいいんじゃないかなと思います。はい、白タン好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。